僕は一番が好きだ、ナンバーワンだ。利用できるものは何でも利用してやる。僕は本当の紳士を目指しているからだ。勇気を持って戦わなくてはならない時があるからだぞ。徹底的に叩きのめしてやる。それも正々堂々とな。そして次第に奴から全てのものを取り上げ、大人になる頃にはその全てを俺のものにしてやる。僕らには最初から友情など存在しなかった。そして父にはもう近づかん。僕は父を、ジョースター家を守る。君らとは戦う動機の格が違うんだ。誰にも負けない男になる。あんなクズのせいで計画を潰してたまるものか。俺は人間をやめるぞ、ジョジョ。ディオ、君の命運今尽きた。ジョジョ、君の運命はまた変わる。君はすでに石仮面と戦う運命にある。石仮面を破壊するために、石仮面をかぶった者を倒すために、先導を学ばなければならん。波紋エネルギーこそ先導パワー。波紋法の呼吸は勇気の産物。人間参加は勇気の参加。人間の素晴らしさは勇気の素晴らしさ。北風が勇者バイキングを作った。私には命落として学ぶ理由がある。時間がない。これが運命ならあるがまま受け入れよう。鎖でつながれた若き獅子を未来へ解き放つため、ジョジョ、私の生命エネルギー全てを捧げたぞ。ジョースターさんにも背負っているものがある。亡き父への思いと未来への希望が、俺たちの希望が。地獄から戻ってきたぞ、ディオ。生きてたのか、ジョジョ。その歪んだ精神、醜悪なる狂気、お前を葬るのに罪悪感なし。刻むぞ、血液のビート。サンライトイエロー、オーバードライブ。人の出会いってのは運命で決められてるのかもしれねえな。